て黒いボディに響き平和守り抜け青い地球のため男一人行け走れ戦え怒りのプラズマ叫べ新聞社の取材があります。ご準備お願いします。もしゃ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 。じゃあ先週からイースト列車にほなみさんとアイちゃんが潜入しているんですか？京太郎さん、あまり大きな声で言っちゃダメ。誰かに聞かれてるかもしれないでしょ。ごめん。だけど一体何のために？確かにイーストエレンは急にのし上がった投資会社だけど、二人が潜入するような理由があるの？公表しちゃダメだよ。社長の東愛って人、絶対に東久留米だよ。東久留米って泥棒の？そう、懸賞金5000万円がかかってる世界的大泥棒。情けない話なんだけど、僕たちは2度捕まえ損なってるんだ。東久留米め、会社と泥棒、二足のわらじで忙しい女だ。株太郎、東わらじなんだ。力丸、東わらじ違う、東久留米だ。まあ、東久留米、いくら変装してもクロッペはごまかされないぞ。今度こそ捕まえてやる。このデカイザーに二言はない。作戦を遂行せよ。お言葉ですが、皇帝陛下、我々バニッシュ時代、怪盗東久留米には散々な目に遭いました。そやつをデバイト帝国に引き入れるのはいささか賛同できかねますな。ゲイト隊長に同意見です。やつはただの泥棒、帝国へ入れるに値しない存在です。どうかお考え直しを。たわけ、要はそなたたちをバイオテクノロジーで強化したのだ。今や怪盗東久留米がどうあがいてもお主たちの敵ではない。過去を恐れず捕らえてみよう。オーシャン、分かってる。東愛社長は怪盗東久留米の仮の姿だったのね。でもどうして急にこんな会社を始めたんだろう。泥棒が飽きちゃったんじゃない？それより愛なんだ、あちこち投資して探すのやめな。自分にない能力だからって嫉妬しないで。嫉妬してない。嫉妬してる。してない。してる。してない。してる。してない。してる。なんで社長室に勝手に入ってるの？二人とも今日限りで首よ。社長、待ってください。これには訳がありまして。京太郎君？今日はこれから東社長の取材があるんだ。君たちは一度出てってくれないかな。俺の立場も考えてくれよ。あら、月村愛、お前もいたの？東久留米はどこ？東久留米？そんな人ここにはいません。何？眠り中隊長、これはどういうことだ？おかしいわ、私の誤算だったかしら。手ぶらで帰るわけにはいかないわ。この会社乗っ取ってやりましょう。貴様、新海穂波。長宗、アイランダ、また邪魔をする気か。
丈夫？あなたが愛なんだ。そう、怪我はなさそうね。よかった。どうかした？怪盗東久留米、私もバレちゃったんだからあなたも素顔見せてよ。皇帝陛下、これで東久留米の居所は分からなくなりました。皇帝陛下、これを機に東久留米の勧誘は諦めましょう。愚か者、幼鳥隊長の妖術が頼りにならんのなら戦闘兵器銃を使えばよいのだ。東久留米を探し当てることのできる優秀な者はおらんのか。残念ながら我らが戦闘教職人部隊にはおりません。私の戦闘機銃部隊は怠け者が多いですから、旅の作戦には向いておりません。私は悪空間デバイト次元の制作に時間をいただいております。わかったわよ、戦闘恐竜部隊から最強のやつ出してやるわよ。戦闘恐竜スピノスピノ、どんな手使ってもいいから東久留米を見つけ出せなさい。社長、今朝頼まれていたコーヒーです。ぬる。失礼しました。どうぞ。おつ、一体どうやって。まあいいわ。ところで、アイナンダーって一体何者なの？え、自分のことからじゃなくてアイナンダーのことから聞くの？アイナンダーは新たにビアードトレジャーの仲間になった私と同じ出身地の宇宙人よ。東久留米、なんであなたは名前を変えて社長をやっているの？しかもわずかな間で大企業にしてる。もしかしてこれまでの泥棒家業はこの会社を建てるための資金集めだったのかな？会社を作った真の目的は何だったのですか？私が次に手に入れたいものを教えてあげるわ。
じゃあ怪盗東久留米は日本にいないの？アイナンダーが言ってたから間違いないわよ。東久留米は高飛びして今頃どっかで豪勢に暮らしてるんじゃないの？怪盗東久留米らしいな。皇帝には諦めてもらうしかない。あら、現所隊長、なんだか嬉しそうね。東久留米に関しては諦めるとしよう。次の指令に移行するぞ。風戸隆の事務所の月村愛を利用すればアイナンダーを捕らえることができそうだ。次の目標は月村愛だ。安心してください。あなたのことは公表しません。短い間でしたがお世話になりました。待って、何ですか社長。あのメガネ返してください。次に会う時は必ずあなたを盗んでやる。それまでは二度と泥棒稼業には手を染めないと誓うわ。あの、なんで私にそんなに固執するんですか？女子なんだ、アイナンダーを頼んだわよ。早く行って。女子、デバイト帝国が東久留米を狙うことはないだろうし、彼女もあんな企業を経営してるわけだからさ。分かってるよ。東久留米は海外へ逃亡、僕たちの手の届かない指名手配犯になってしまったってわけだ。はい、東久留米が君に固執してる理由は分からないけれども、僕たちは君の味方だ。これからも辛いことは乗り切っていこう。私の聴力も心の声までは聞こえないからね。ありがとう女子、私はあなたがそばにいてくれたらそれで大丈夫だから。愛さん、もしかして女子のこと。え、あなたには心の声が聞こえるのかな。愛、痛い。ジョシュ、痛い。バカね、手を離せばいいでしょ。私のジョシュ同士、身の程をわきまえなさいよ。なんで怒ってるの？別に怒ってないよ。怒ってる。怒ってない。怒ってる。怒ってない。怒ってるよ。怒ってないよね。怒ってるよね。なんか難しい話をしているな。今回は特にシリアスだった。東久留米、逃げたわけではないのに捕まえないなんて助手らしくないな。ウィアードトレジャーは弱いぞ。力丸は強い。今日は何があったか知らないが、東久留米もおいちいオスカナも必ず捕まえてある。大変だ。デバイト帝国が悪空間を作り出し月村愛を閉じ込めた。デバイト帝国に正体を明かせないため愛はアイナンダーに変身できない。ジョシュ、早く助け行け。ところで悪空間なんだ、食い物ではなさそうだ。力丸はいらないぞ。次回超装ジョシュナンダー37、月村愛デバイト次元にご招待。みんな見ないとダメだ。グッドラックハーベスト10月配信です。あの引っかき回したお姉ちゃんも帰ってきます。萩原さや子さんです。あれ、また来んの？またあれ、また変身トーでしょ。トートートー、変身するの？うん、あ、そうらしい、うん、へー、変身するんだ。なんと今回は変身するかもしれない。これももしかしたら特撮作品になっているかもしれない。そんな帰ってきて帰ってきたグッドラックハーベスト、皆さん絶対見てくださいね。せーの、変身。今しびれなかった？いいえ、壁から女子高生が出てくるなんて。はじめまして、皆さん、ピオポン星から来ましたホタテと言います。害もなさそうだから一晩泊めてあげたらどうだ。カズヤ、早速寝室に行こう。布団を敷いて。なんてハレンチな、ひどい。今度はあなたがしびれる番だよ。